ちょっとインタビュー、インタビュー。こんにちは。こんにちは。こんにちは、鮫島さんですか。いいな、いいな、口も大きいな。大きいよね。いいっすね。いいな。ほら、もうほら、後ろなんか張り付いておる。あ、まずは味を。ほら、味してみていいよ。味を逃がしようもん、さっき小味を。ちなみに どこら辺で来た。向こう側なんですよ。あっち側が釣れるんじゃないかな。やったね、あの一匹だけやもんね、味をね。そうです、そうです、ずっと泳がしようてんちょっと味もまた釣ろうよ、味が腹立つわ、なんか、まあ、いいや、早く早く、鮫島さんやけん。姉さん、姉さん、味を無駄にしたらいかんって。ね、寒いとか言う段じゃないよ、マジで。ちょっと放置しとく。よし、いけるぜ。味をよこい。味をよこい。足元の味を釣ってですよ。ほら、来た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 。ほい、味をですように。うわぁ、違う、今来たけどな。落ちた、落ちた、今。落ちました。まだ針かかっとらんけど。この釣り方いいっすね。足元のアジゴ釣って、そのまま投げて泳がして切らす。アジゴ来い、アジゴ来い。よし、来た来た、アジゴ来た、アジゴ来たよ、アジゴ来た、来たよアジゴ。よし、作戦成功。それでは僕も釣りたいと思います。よし、このまま行こう。だけ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 、アジゴ様が通るよ。ほら、アジゴ。めちゃくちゃ風が強い。海は大しけ。こういう時はアジゴの泳がせ釣りだ。よっしゃ、よしよし。鮫島さん、どこだかいな。ポイント、寒くて風が強いですけど盛り上がってます。あの浮きを沈め沈め、沈んでくれ。スポット、お、海がどんどん悲鳴を上げてます。巻いてるな、これ。アジ、ついとうかいな。あー、アジはついとらん。なんやもう、なんかアジが取れとった。やっぱかけ直さないかんね。まあ、また釣れるでしょう。寒いね、本当に。じっとしとかないかんけ、寒くてしょうがない。うわー、これじゃない。いや、これじゃない、君じゃないんだよ。いや、しましまやけど君じゃない。なんでこんな時に釣れるの。君じゃないんだよ。それまた昭和時期拾ってないぞ、それ汚いな。汚いし、汚いし。わけた。タイムイズフィッシュ。なんで自分の分しか味も釣らないんですか。いやいやいや、もうすぐ投げたいんですよ。放置しておきたいなと思って。いやいや、あの針に引っ掛けて釣れますから、皆さんね。そうだそうだ、あれ出るよ今日は。内側で温まってきていい。内側でからうまかちゃん作ってきて。いやだ。お、きよるきよる。内側にちょっとね、温まりに行ってくる。ひどいね。あ、なんか来そう。来た来た、またマジで。また鮫島さん、アジ釣るじゃないと。あ、釣りと釣りと、なんこれ、なん、わ、黒やん。すごいね、持っとるね。はい、おめでとう。かわいい、これね、え、クロちゃんかわいいよね。それもやっぱ持って帰る。浮き釣り初めてにしてはよう釣るね。すごいね。うわ、釣れてますか。寒いっすね、今日。ちょっと針を一本にしてみよう。寒いけど、内側に戻ります。戻ります。行ってきますでしょ。え、行ってくればいいかしら。アクアさんがおると思うよ。あ、はい、行ってきます。あ、じゃあ頑張っとくね。やっぱ釣れた人は違うね。釣れた人は違うね。女性群は内側に釣りに行きました。あ、
で寒いね。サメ島さん、私釣れたからって。ポンコツ言った？ポンコツ言った。四ペグはポンコツ言わないわ。いやいやいや。ほらほら、名古屋でもルアーメンだから。意味わかんねえ。うわ、すごいことになってるこれ。おお、引く引くよ。あ、事故狙いよったらなんかすごいのが来た。おお、ほら、うわ、サラシロの中からでっかいの来たよ。ほら、これなんすかこれ。マリオも、あれこれもしかして、しょ、見てください、アジゴ狙いよったら、ほらこれ、イスズミでしょ。初めての魚種ですよ。いります、イスズミです。来ました。大丈夫ですか今日もう。沈んだ沈んだ沈んだかな。また何か風が強くて、あー、なんか来た、なんか来た、来た、よかったよかった、来た来た、来た、ほら来た。もうダメやこれ。うわー、寒い。もうどんどんひどくなっていきよう。今日は何も釣れんです。全然釣れないです。寒いばっかりで。そう、全然ダメです。顎が重いです。でも寒くて寒くて鼻を殴られたような感じがします。やった。いや、来てないかな。来とうかな、来とうの。うわー、くそ。最後言わないでくださいよ、最後。うわー、来た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 。マダイかいな。うわー、マダイ。よっしゃ。違います、俺九千ベラですよ。そこら辺のベラと一緒にしないでくださいよ。九千ですよ。どうですか師匠。どうもないから。あ、すいませんすいませんすいません。あ、すいませんすいません。でかい。出費で取るでしょ。いいですね。出ました、24万円の針外し。いやー、あれ帰ってきた。俺鼻水とかカチンコチンパイも。何二人して、なんかあれサウナ上がりみたいな顔してる二人とも。ここでぬくもってきました。ちょっと今がチャンスよ、風がやおいだけに。少しまだ頑張るつもり。いやー、カゴって楽しい。見てごらんこの波。帰るよ。いやいや、まだ今からやろ。風邪ひくよ。もう風邪ひいた、もう。こんな寒い中泊まりですか今日。あ、ボイルちょびっといりません。あ、もう託しときます。まだ少し凍ってるんですよ、ここら辺がですね。ありがとうございます。うわ、よかった、もらってくれて。とんでもないです。大丈夫です。じゃあ託しますので来てください。よろしくお願いします。おはようございます。この前の続きでございます。まず今日謝らないかんことがある。ごめんなさい。もう敗因のなんかあれですか。もう本当にすみません。泳がせ釣りをしようと思って網姫っていうか餌を買ってくるのを忘れていました。サビキだけお願いします。あの辺でこう釣りされてる方に負けくださいと。もらえませんか。それか僕みたいに今責任を感じてアオムシを2匹2本針につけて、もしかしたら来るかもしれない。釣れないですね。アジゴ水域に入れ込むんで、どうにかこうにか釣れんかな。これで釣れたら一番手っ取り早いかな。すいませんね、なんか鮫島さんがほら青物釣るばっかりに。おかしいね、サビキ針買って網姫忘れるってどういうこと。言ったのにね、釣り具屋さんであるある。まあそうね、立つからあるけん。そうそう、 あるあるって言ったけど。朝からテンションだだ下がりやん。ちょっと風の強い危険堤防から来たけんということで、バイブレーションとかの方がいいじゃないと。今日泳がせつけとうよ、バイブレーションね。責任をなんか逃れようとしている。いや、すみません、もう本当だらだら気分が悪い今日は。いや、今日本当は泳がせの日やったけんですね。そうだよ、泳がせに来たんだけどね。朝まず目は釣れてないのによう喋るね。泳げる、泳がしじゃなくて泳げと俺に。ああ、今頃ブリとかスレッドかもしれんのに。あたりある。ごめんね、なんかごめんね。ごめんね、僕がなんか一人だけイスズミ釣ったりとかするもん。イスズミとかはほら農家なんですか。農家ってやめる方じゃないですかそれ。
ね、モンカウントね、あの山のね、谷のところにアジを泳がすって決めとったのにね、からばり落としたらサビキのからばり本やろうね、アジが寄らんけんね、なんかご飯粒とか持ってきてないよね、寄るわけないよね、ご飯粒ってこの方からのアジ引いて1000円で買うしかない。そうね、カニカマ、うわそれ味じゃないなって言ってたのか、せっかく来たけんですねつって帰りましょうよ、悲しいね、仕掛け作りよったけんですね、ショックやったな。え、何が来ました今、まだ味、本当ですか、いや絶対違うけど、炙ってかまやけんすれがかり、しかもネガティブやね今日ね、ほら引っかかったもん、釣れと、うわそれも毒よ多分、これ毒魚よ、お湯かしくださいよ、じゃあ過去最小じゃないこれ、でもそれ刺すんでしょ、うん、これ何だっけ名前、何だったかな、おこぜ、カサゴか、あ、ほら鬼じゃないでしょ、ちっちゃいですね、あ、子供たちが刺されて危ないみたいな、そうね、お、それでも取れる、そんなちっちゃいの、確かにね、じゃあ今日はこれで終わりです、お疲れ様でした。